物を記憶する際に必要なのは基地の知識に紐づけること。どんな人間であろうと短期記憶された情報はすぐに消えてしまうわ。君たちの勉強を有意味にするには長期記憶、深く記憶に留める工夫が必要。持っている知識と新しい知識を常に関連づけて覚えることで格段に長期記憶として残りやすくなるものよ。だからそれを念頭に。古橋明日の小テストが楽しみね、古橋さん。